村上宗隆の熱愛報道で気になる大谷翔平の婚約者候補、狩野舞子、ヌートバーの姉、美人ソフトボーラー。アスリート同士のビッグカップルだ。4月11日、女性自身は侍ジャパンのメンバーで、昨シーズンは三冠王に輝いたヤクルト・村上宗隆の熱愛を報じた。お相手は女子プロゴルファーの原恵梨香選手。記事によると、 二人は知人を介して連絡を取り合うようになり、2022年10月には、東京と港区の個室カラオケバーで密会していたという、女性自身の取材に対し、ヤクルト球団と原の所属事務所はどちらも交際を否定しなかった。原選手は 村上選手が準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラタイムリーツーベースヒットを放った際、なんだこれ、自分が強くなった気分ハートフルすぎる、ポカポカとツイートするなど、にわせ投稿を何度も行ってきました村上選手はスポーツ紙の取材にアスリートとして応援していますし。 仲のいい友達の一人ですと交際を否定していますが仲がいいのは間違いなさそうです芸能記者 WBC 優勝の立役者で多くのメディアから恋人の存在を中止される人物がもう一人いる大谷翔平だ今回の村上の熱愛を受け大谷の婚約者候補にも注目が集まると語るのは大谷を長年取材するスポーツライターだ やはりトップアスリートは同業者が好きだということです実際アスリート同士はトレーニング施設やスポーツに力を入れるスポンサーのイベントなどで顔を合わせる機会が多く交際に発展しやすいそして何と言っても同じアスリートとして精神的に共感できることが多い怪我の苦しみや競技のプレッシャー 生活のすべてを勝つことに捧げるストイックさこうしたことを分かち合えるのはアスリート同士だからこそです同じ侍ジャパンのダルビッシュ有はまさにその典型だという妻の聖子さんは2013年にアメリカでレスリングコーチとして活動することになりました アメリカという異国の地で指導者として活動する不安をダルビッシュが良き相談相手として支えそして結ばれました大リーグ担当記者によると大谷は女性の好みとして可愛いい系アスリートを挙げているそうですからダルビッシュ選手村上選手に続いて大谷選手もアスリートと結ばれる可能性が高いのではないでしょうかどうでは これまで大谷との熱愛が噂になったお相手を検証してみよう。大谷さんは、これまで確実な熱愛が報じられたことはありませんが、少なくとも3人の女性の名前が挙がっています。最も有名なのは、元バレーボール代表の加納舞子選手。加納選手は、わざわざエンゼルススタジアムを訪れて大谷を観戦するなど。 自身のインスタグラムにたびたび大谷選手の存在を匂わせる投稿をしていたことが話題になりましたスポーツ指揮者だがゴールインには至らなかった加納選手は大谷の6歳年上ですがこの年の差がネックになったようです2人を結んだのは株式会社明治の管理栄養士で 高校野球日本代表をはじめ多くのアスリートの栄養サポートを行っている大前計さんです大谷のファンだった狩野さんは大前さんを通じて大谷を紹介してもらったそうですこの話が広まるにつれ大前さんに大谷を紹介してほしいとねだる女性が続々やってきたのは有名な話ですどうさらに プエルトリコの美人ソフトボール選手の名前が挙がったこともある。